ありがとうございます。本日は第71回札幌雪まつり雪の HTB 広場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます HTB アナウンサーの土屋真理と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今年で71回を数える札幌雪まつり、ここ雪の HTB 広場ではですね、民族共生象徴空間ウポポイの誕生とともに共生社会の新たなる船出をイメージして制作された大雪像が皆様をお迎えしております。大雪像の制作は北海道テレビ放送と陸上自衛隊第18普通科連隊が共同で行い、1月7日から2月3日まで28日間をかけて制作いたしました。細部まで忠実に再現されたこの大迫力の大雪像、皆さんぜひ写真に収めください、はいはい、さあここからのお時間はですね、2020年4月24日北海道白老町に開設される民族共生象徴空間ウポポイの PR ステージをお送りいたします。民族共生象徴空間愛称ウポポイはアイヌ文化の復興と発展に関する国立の施設として、アイヌの歴史文化などに関する幅広い理解とアイヌ文化の継承および新たなアイヌ文化の創造発展につなげるための拠点となるよう現在開設準備が進められております。このウポポイという言葉なんですが、アイヌ語で大勢で歌うことという意味があります。先住民族アイヌの歴史と今そして未来、広大な北の地で豊かな自然とともに築かれてきた独創性あふれるアイヌ文化を誰もが五感で感じ取れるナショナルセンターとして、そして日本最北の国立博物館として誕生いたします。北海道庁では来たる4月24日の開設に向けて機運を高め、多くの皆様に興味関心をお持ちいただくことを目的にウポポイ開設 PR アンバサダーとして俳優の宇梶隆さん、そして AKB48 チーム8北海道代表メンバーとして活躍されています坂口渚さんを起用しまして、これまで道内外で様々な PR イベントを行ってまいりました。また本日会場ではですね、皆さんの左側ですね、ステージ左下なんですけれども、ウポポイグッズのサンプリングをステージ下にて行っています。皆さん目印のキャラクターのトレッポンもいますので、ぜひぜひそちらに行って、サンプリンググッズ受け取りください。さあそれではここからウポポイのオープンに向けて日々お忙しく過ごされている白老町の公益財団法人アイヌ民族文化財団の皆様によるアイヌ古式舞踊の演舞でお楽しみいただこうと思います。それでは最後の10分か15分だって、本日ご出演いただく公益財団法人アイヌ民族文化財団の皆様ご紹介いたします。公益財団法人アイヌ民族文化財団はアイヌ文化の中核を持つアイヌ語やアイヌの伝統文化の保存振興、アイヌの人々やアイヌの伝統などに関する知識の普及を通じてアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現、国民文化の一層の発展に資することを基本理念に様々な、事業を展開されており、昨年5月ウポポイの管理などを行う法人に指定されました。アイヌ民族文化財団の皆様、日々開業に向けて様々な面からたゆまぬ努力をされているんですが、本日は、国の重要無形民族文化財に指定されユネスコ無形文化遺産にも登録されている日本の先住民族であるアイヌの古式舞踊を皆様にご覧いただこうと思います。それでは早速よろしくお願いいたします。皆様いらんからってランカラペー、白老町から参りましたアイヌ民族文化財団ウポポイ舞踊チームです。これより私たちが伝承保存をしているアイヌの伝統芸能のいくつかをご紹介させていただきます。アイヌの伝統芸能は儀式やお祭りに集まった人々が神々と共に楽しむために演じてきたものです。はじめに伝統的な楽器ムックリをご紹介します。ムックリは竹や鉄などでできたアイヌの伝統的な楽器です。自然界に聞こえる
雨や風の音、子熊の鳴き声など、時には自分の感情を音色に乗せて表現します。お聴きください。やっぱうまいな。文化などに関する幅広い理解とアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展につなげるための拠点となるよう来る4月24日金曜日の開設に向けて準備進められております。ぜひ民族共生象徴空間ウポポへお越しください。それでは本日はですね、鈴木直道北海道知事が会場に来ておりますので、鈴木知事より皆様へ一言ご挨拶をいただきたく思います。鈴木知事のトークショーか。鈴木知事よろしくお願いします。皆さん、いらんかなくて、素晴らしいですね。皆さん、こんばんは。多くの皆さんにこの巨大雪像の前にお集まりをいただきまして、心から感謝を申し上げます。そして北海道外からお越しの方もいらっしゃると思います。北海道札幌、札幌雪まつりに多くの皆様お集まりいただいたことに一位として心から感謝を申し上げます。さて、先ほど司会の方からお話がございましたが、この巨大雪像ウポポイの PR の巨大雪像になっています。ウポポイ知ってるって方いらっしゃいますか。
まだまだですね。ウポポイの PR、 このウポポイは民族共生象徴空間ということなんですが、アイヌ文化の発信の拠点として北海道で初めての国立博物館でもあります。皆さんご覧いただいたアイヌ舞踊であったり工芸であったり、またアイヌの食であったり、さまざまなことが体験できる施設として、4月の24日ですから、あと76日でオープンを迎えます。まだまだその認知度が低いということで、今手を挙げていただいた方はこれからぜひ PR に力を貸してほしいと思うんですが、その PR を担っていただいているお二人、俳優の宇梶さんと、そして AKB48 の坂口さん、アンバサダーとして募集にをいただいておりますが、後ほどこちらでアイヌ、そしてウポポイの魅力を存分に語っていただくこととなっていますので、皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。それと今日は、幸いですね、吹雪いてもいませんので、プロジェクションマッピング、この大雪像に初めてお披露目となります。ぜひ皆さん、この寒い中、みんなで同じ景色を見て、アンバサダーの皆さんと共にですね、ウポポイを PR していただいて、そしてぜひ皆さんにも4月24日オープン、多くの方にお越しをいただいて、そして北海道も元気にしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。札幌雪まつり、皆さん最後まで楽しんでください。ありがとうございます。鈴木知事ありがとうございました。これより本日のゲストをお迎えしたいと思います。鈴木知事はそのままゲスト、あのステージ中央にてゲストをお迎えください。それではお迎えいたしましょう。ウポポイ解説 PR アンバサダー、俳優の宇梶隆さん、そして AKB48 チーム8北海道代表メンバーとして活躍されている坂口渚さんです。大きな拍手でお迎えください。ネギちゃん、ウカチ、お二人から会場の皆様へご挨拶をお願いいたします。ウカジさんからよろしくお願いいたします。皆さん、いらんからくて、ご存知の方も多いと思いますけれども、あのイランカラプテは、初めましてこんにちはというような時に使うアイヌ語なんですけれども、直訳しますと、あなたの魂にそっと触れさせてください、そういう優しい言葉です。ですからもう一度挨拶させていただきます。イランカラプテ、ウカジタカラプテ、ありがとうございます。坂口さんどうぞ。皆さんこんばんは。 AKB48 チーム8北海道代表の坂口渚です。ウポポイ開設まで76日前ということで、早く皆さんにウポポイを完成を見ていただきたいっていう思いが、日付が変わるごとにどんどん膨らんでいってます。あとは今日はこんな素晴らしい雪像にプロジェクションマッピングもあるということなので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。なぎちゃん、ありがとうございます。なぎちゃん、アンバサダーのお二人に鈴木知事を中央に囲んでいただきまして、はい、フォトセッションを行おうと思います。一応衣装だと思います。ぜひ皆様カメラを外されて、ガシャガシャと皆さんお撮りください。ちょっと角度変えますね。じゃあまずステージ右側の皆さんに、はい、あ、手も振ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。寒いよ。ステージ右側の皆さん大丈夫でしょうかね。続いて中央参ります。なぎちゃん、なぎちゃん、なぎちゃん、ちゃん、なぎちゃん、こっちやで。中央の皆様も大丈夫でしょうか。続いてじゃあステージ左側の皆さんですね。なぎちゃん、かわいい。はい、たくさんのシャッターを聞こえてきますね。皆様本当にたくさんのお写真撮ってくださってありがとうございます。大丈夫でしょうかね。はい、それではフォトセッション終了いたします。鈴木知事、ここまでありがとうございました。ダブセン、ダブセン、ありがとうございます。
この後は解説 PR アンバサダーのお二人にウポポイやアイヌ文化についてお話を伺ってまいろうと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。かわいい、かわいい。まずは一番寒い時期の札幌にようこそお越しください。大丈夫ですか、寒さは。はい、まずはですね、ウポポイの解説を目前と見控えているんですが、はい、今のお二人のお気持ち、そして PR アンバサダーとしての活動を振り返ってのご感想をいただけたらと思います。まずは宇梶さんからよろしくお願いいたします。そうですね、もう70ね、あと6日ということで、はい、僕もあのイベントで先だっても千歳空港の方でねイベントに出させていただいたんですけども、今ですね、僕男の純情っていう舞台で北海道ツアー7カ所やってるんですけれども、もう空港に着いて、そして行くところどころでね、声かかるんですよね。ウポポイのことについて、僕の舞台よりもウポポイの方がとっても話題になっていて嬉しいです。でもさっき知事もおっしゃってましたけれども、もっともっともっと多くの方に知っていただきたいということで、本当に今日ここにいらしてきた皆さんがウポポイのことを話題にしてくれると、お一人1名と言わずにお一人5名ぐらい、10名でも100名でも、話題にしてもらえたら、我々のね、このアンバサダーの仕事もね、はい、うんと力貸してもらえると思いますし、ウポポイのに多くの人が来てくれると思うので、そういうことを皆さんにお願いしたいです。坂口さんはいかがですか。はい、そうですね、おととしに、福岡で就任式をしてから、その後に沖縄、あと帯広、そして去年は札幌、名古屋、大阪、旭川でPR イベントに出演させていただいたんですけど、本当に北から南までたくさんの方々と交流することもできましたし、あとはその宇梶さんともね、札幌 の, 500日カウントダウンイベントで一緒に出演させていただいたことも本当に嬉しかったですし、なんか自分自身も1年半の活動を通して本当にアイヌ文化についてより一層学ぶ機会になったなと思います。はい、本当長い期間 PR イベントをされてたお二人なんですけれども、うん、実際にウポポイですね、白老町を訪れた際の、印象はあったりしますか。この PR の映像の撮影でも行ったんですけれども、はい、そのあそこに湖があってね、ポルト湖畔、ポルト湖畔歩いて、はい、まあ、それで映像を撮らせてもらったんですけれども、はい、本当に、まあ、皆さんももう十分に北海道の景色の美しさっていうのは知っていると思うんですけれども、改めてこの太古の昔からね、こういう景色があったのだな、そしてそれがほとんど変わらないまま今もある、うん、そこをこう歩きながら、いにしえですね、遠い昔いろんなことを思って、そこをこう駆け回る獣やね、またその自分の祖先のアイヌ民族、うん、そういう人たちもこうそこで営みがあったんだななんてことをこう思いながらね、とってもこう不思議な温かさで、歩かせてもらいました。坂口さんはどうですか。はい、私もアイヌ民族の衣装を着て撮影をさせていただいたんですけど、本当に神秘的な大きな湖があったり、広大な大地を見てここにウポポイができるんだなっていうのを考えると、なんかすごく楽しみな気持ちになりましたね。はい、今日実際にこの大雪像を目の前にしてどうですか。お二人は今日初めてご覧になったんですか。はい、もちろんこれは初めてです。ウポポイがテーマなんですけれども、はい、もうコタンコロカムイにね、はい、ここつまんでもらってそのままウポポイまで連れて行ってもらいたいぐらいですけど、まあ、寒そうですけどね。そうですね。はい、坂口さんは今日初めてご覧になって、なんか船とかも本当に乗れちゃいそうなぐらいすごいですよね。はい、こちらがイタオマチプという、うん、船でして、まあ、漁ですとか攻撃に使われた船ということで、うん、本当そういったものが全部ギュッと詰まって28日間かけて制作されました。
このウポポイ、テーマとなっているウポポイなんですけれども、誕生するにあたってどのような場所であってほしいか、それぞれ思いはありますか？そうです、ウポポイの意味自体がこうみんなで歌を歌うというような、そういう、集いの言葉でありますので、一人でももちろんその多くの人に訪れて、欲しいんですけれども、そこでこう何か心躍るような、そんな時間もまた過ごしてもらえたらなと思います。ちょうどね、その今お仲間がここで踊ったりむっくりをこうしてくれたりしたんですけれども、そのもちろんアイヌはその北海道でね、営みをこう続けてきて、そして日本に組み込まれて日本人ということでもこうやっているんですけれども、例えばこの船、これなんかもそのアイヌは交易の民でね、交易の民族で、モンゴルなんかにも何回も行ってますしね、徳川の将軍が使っていた矢の羽なんかもね、アイヌが集めてきたものを渡して、それがこう徳川の家康さんのところに行ったりとか、はい、そういう交易の民であったりもしたので、はい、そういうことも何かこう知ってもらえたりとかね、そういういろんなことをこう知っていただきたいですね。本当そうですね、はい、坂口さんはどういったことを期待していますか？はい、そうですね、本当に幅広い年代の方に親しみを持って愛されるような場所になってほしいなと思いますし、あとは修学旅行とかそういった場面でもたくさんの方が来ていただけたらいいなって思いますし、あとウポポイにはトゥレンポンっていうマスコットキャラクターがいるんですけど、それもそのキャラクターにも行ったら会えるので、ぜひ皆さんも会いに行ってみてください。はい、坂口さんのような、若い方もアンバサダーになられて、若い方にもたくさん興味持っていただきたいと思うんですが、お二人にとってアイヌ文化の魅力ってどんなところにありますかね、岡地さん。僕は子供の頃から、家の中にアイヌ文化が、母親がアイヌですから、そういったものはこう暮らしたともにあったんですけれども、例えばですね、その皆さんも今日は地元の方もいるかもしれないですけれども、遠くから来た方もいると思うんです。人ってこう何かこう日々の営み、仕事をしたりとか日々の営みをして、そこで、わざわざお金をかけて遠くに行きますよね。それも、自然の中にね、こう入っていくことが多いと思うんです。人間ってだから都会に暮らしながらもとってもこの自然というものが自分の心やそういう細胞の中にあるっていうことをもう知ってる生き物ですからね。そういう中でそのアイヌ民族は森羅万象が神になっております。だから自然もカムイとして崇めてとても大切にしてきたし、そういうものがその教えの中にあります。今地球温暖化でね、いろんなことが起きてますけれども、ですからそういう自然と共に生きていこう、自然がカムイなんだ、大切なんだっていう、そういうところをこう何か自分も大切にしたいし、皆さんにも何かそういうものを受け取っていただきたいですね。そういうところではこう向き合って、行きたいし、そういうのがアイヌ文化の僕にとっては大きな魅力の一つです。なるほど、坂口さんは魅力はどんなところにありますかね？はい、そうですね、私北海道出身で北海道に普通に住んでいても、なんか地名とかがアイヌ語から来ていることが多かったりして、すごい授業でもアイヌ文化を授業で受けたりだとか、そうやって身近に感じることも多かったりだとか、あとアイヌ文化もアイヌ語とかその衣装の文様とか意味があるっていうのも知って、なんかすごいアイヌ文化って奥深いなっていうふうにも思いましたし、なんですかね、なんかムックリも弾いて音が出た時にすごい感動したので、ぜひ皆さんもいろんなアイヌ文化に触れて、なんかそういう感動をご自身で味わってほしいなって思いました。実際に演奏されたんですね、はい、結構できました？すぐ、いや最初はもう全然ね、音が出なかったんですけど、はい、でも子供の頃に何かそういう体験をしてるんでしょ？子供の頃にムックリを弾く機会もあったりしたので、聞いてもう何かおじさん嬉しくなっちゃった嬉しいですね、そうだったんですね、ありがとうございます。
最後にですね、あの会場にお越しの皆様にメッセージをいただけたらと思います。はい、はい、まあ、今いろいろこうお話の中でね、ずっとさせてもらってきたことですけれども、本当にポポイに行ってそのアイヌ文化のことを知ってほしいというのももちろんあるんですけれども、何かその美しい場所、北海道の美しい場所、そこに僕も行かせてもらった時にもうポポイがかなり建物がもうできてまして、それは近代的な美しい建物なんですけれども、自然と不思議にこう融合してるんですね。そして開けた場所であります。ですから、ポポイに行き、ポルトコハンをね歩いていただき、美味しいものを食べたり美味しい空気を吸って、そこでこう豊かな時間を過ごしてほしい、過ごしてほしいですね。人生の中に、忘れ得ぬ日になったらいいな。今日はめちゃめちゃ寒いのとめちゃめちゃテンションが上がっているので、きっと忘れ得ぬ日に僕はなると思うんですけれども、皆さんにもそういうものをぜひ受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、坂口さんからもお願いします。ポポイはポポイではそのアイヌ民族の方が食べていた料理を実際に食べられたりとか舞踊を見たりすることができて、本当に楽しく学べる場所だと思うので、本当に幅広い年代の方に来ていただきたいなと思います。あとはこの後プロジェクションマッピングもあるんですよね。はい、そうです。はい、だからそれを見てまたアイヌ文化に興味を持っていただけると思います。今日本当にありがとうございました。はい、お二方本当にここまでたくさんお話いただいてありがとうございました。はい、改めてウポポイ解説 PR アンバサダー俳優の宇梶隆さん、そして AKB48 チーム8北海道代表メンバーの坂口渚さんでした。改めてお二人に大きな拍手をお願いいたします。やいらいけれありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。地球は丸いのでどこかで僕を見かけたらウポポイウポポイって声かけます。必ず振り向きます。ありがとうございます。ありがとうございます。大きな拍手でお送りくださいませ。ナギちゃん、それではここからのお時間はウポポイ開設記念プロジェクションマッピングでお楽しみいただこうと思います。来たる4月24日金曜日の開設に向けて準備が進められております。民族共生象徴空間ウポポイ。ウポポイとは改めてアイヌ語で大勢で歌うことを意味しています。先住民族アイヌの歴史と今、そして広大な北の地で豊かな自然とともに築かれてきた独創性あふれるアイヌ文化を誰もが五感で体感できるナショナルセンターとして、そして日本最北の国立博物館として誕生いたします。アイヌ民族の信仰ではこの世のあらゆるものに魂が宿っていると考えられました。中でも動物や植物など人間に自然の恵みを与えてくれるもの、火や水、生活用具など暮らしに欠かせないもの、天候など人間の力が及ばないものを神として敬いました。これからご覧いただきますプロジェクションマッピングではこういったアイヌ民族の世界を幻想的な映像で表現しております。朝から翌日朝まで仕事7654321スタートでお願いいたします。それではいきますよ、せーの。